はい、それではですね、今度はですね、こちらのきつねうどんの食レポをですね、やってみたいと思います。300円なんですね。300円なんで、ちょっと試しにやってみます。あー、これを押せばいいんかな。あ、すげえ、こんな風に表示されるんだ。すげえ。あ、すげえ、出来上がるまでの秒単位か、これすげえ。あ、出てきましたね。すげえ、こうやって出てくるんだ。うーわ、すげえ、うーわ、油揚げがびっしり、やばー。すごい、これボリュームありますね。すげえ、うどんが超びっしり、すごい、これやばいな。じゃあ、そしたら同時にですね、こちらのかき氷もちょっとやって、こちらのかき氷の食レポもちょっとやってみたいと思います。これ初めてなんですよね、かき氷自販機。ちょっとやってみましょう。とりあえずはメロンにしよう。とりあえずメロンにしよう。あ、すげえ、こうやって出てくんだ、すげえ。すげえ、こうやって出てくるんだ、すげえ。あ、スプーンこっちにあったんだ。これ出しづらいな。はい、できました。ミニチュアのカップに出てくんだ。すげえ、うわうわうわ、皆さんこれ見てくださいよ。かき氷とうどんのコラボ、いいですね。じゃあ、まずはこちらのかき氷から食レポやりたいと思います。いやー、俺やっとですね、ついに自販機のかき氷の食レポをする日が来るとは。もうこれ貴重な体験ですよ、本当に。最近までこれオレンジハットやぶ塚にあったんですよね、なんか噂によるとなんですけど。やっとこれの食レポする日が来て嬉しい。うどんは後でやってみたいと思います。それではこちらのかき氷の食レポですね、やっていきましょう。どんな感じなんかな。うわ、すごい、カチ、氷がシャリシャリしてる、すげえ。屋台のかき氷と自販機のかき氷は違いますね。あー、シロップが効いてる、すげえ。あー、いいですね、これ。うわ、もうシャリシャリしてて、もう舌はもうかき氷シロップがもう溜まってますね。あー、そうですよね、これこそ夏らしい味だよ。あー、シャリシャリしてる。あー、これが日本の夏ですよ、これ。いや、このかき氷の自販機って、これ多分ここだけでしょうね。こんな体験ができるとは貴重だよ、これ。ちょうど最初ボタンを押したら氷が出てくるのか、ボタンを押したらカップが出てきて、氷か。あ、ちょっとごめんなさい、ちょっと喉が。すごいな、これ。こんなにだってシロップがあるんだもん。これ貴重な体験だよ、本当に。あー、今年の夏のかき氷だよ、まさに。なんか氷がジャリジャリしてて、いかにもなんか
フローズンシャーベットとはちょっと違う感じですかね。すごいこれ、下の方超溜まってるよこれ。すごいこれ、うーわちょっと塊がすごい、これ飲んじゃう、うん、いやーもうジャリジャリしててすごいな、塊がすごいこれ、あとは飲んじゃうこれ、あとはこれ塊食っちゃおう、うん、はい、うわ、ね、それではこちらの、かき氷の食レポなんですけど、はい、この通りかき氷は完食 したんですけど、感想はですね、あのかき氷はですね、小さいカップで出てきて、もう最初氷が出て緑のシロップが出て、また氷が出て緑のシロップが出ての繰り返しで出てくるんですけど、もうジャリジャリしてましたね。もう柔らかいような感じではなくてもうジャリジャリでしたね。で下の方にシロップがすごい溜まってたんで、いかにももうこれはもう夏の風物詩らしい味でした。いや最高でしたね。いやこちらかき氷の自販機の食、かき氷の食レポはですね最高でした。冷たくてもうジャリジャリしてました。次はこちらのですね天ぷらうどんの食レポですね、やってみたいと思います。これ油揚げがびっしり入っててすごいですね。あーここもこれもかまぼこ入ってるけど、これもなんでしょうね、なんだっけあれ、あー鈴廣のかまぼこなんでしょうかね。ちょっとこれも食べてみましょう。はい、せっかくの食レポなんでこちらも食べてみたいと思います。あーつゆが効いてますね。うん、あーこっさりしてる。うんあーつゆが濃厚ですね。うん、麺もつゆに麺が染み、麺につゆが染み取っててすごいですね。うん、これはもうボリューム満点ですね。あー油揚げ甘みが、甘いつゆが入っててすごい、うん、独特ですね。うん、うん、それではこちらの、こちらのたぬきゅうきつねうどんですね、完食したんですけども、あ、たぬきうどんかな、たぬきうどん完食したんで一応お伝えしておきたいんですけど、たぬきうどんなんですけど、あの油揚げに甘いつゆがすごい染み取ってて、このこっさりとしたこのつゆと、あの甘みのある油揚げのコラボが癖になりそうでたまらなかったですね。で麺にもつゆが染み通っていってこっさりしてて、もうボリュームあって美味しかったですね。でこちらにもかまぼこが入ってたんで、これおそらくは
鈴廣のかまぼこなのかなと思うんですけど、まあ、間違ってたら申し訳ないんですけど、もう本当にですね、つゆがもう麺に染み通っていて、で、つゆも濃厚で、で、油揚げも甘いつゆが染み通っていて、すごいもうボリュームあって美味しかったですね。一応かき氷とともにこちら食レポしたんで、どちらとともに昔ながらのうどんとかき氷の味を味わうことができて最高でしたね。どちらも美味しかったっていうことで一応お伝えだけしておこうかなと思います。それではですね、以上をもちまして、ここ相模原市相模原中古タイヤ市場の自販機コーナーの食レポはですね、これで終了になりますね。ちょっと質の悪い動画になっちゃったかなと思うんですけど、まあ、知ってくれる人が見てくれれば嬉しいなと思います。それではですね、中古タイヤ市場の自販機コーナーの食レポはこれで終わりにしたいと思います。他食レポできなかった自販機のメニューもあるんですけども、他の、麺類とか弁当とかの、そう、自販機の弁当とかうどんとかそばですね、それを味わってみたい方は相模原市の中古タイヤ市場の自販機コーナーに訪れてから楽しんでみてはいかがでしょうか。それではですね、以上をもちまして、中古タイヤ市場の食レポはこれで終わりにしたいと思います。はい、それでは終わりにします。